はい、皆さんこんにちは。はい、ということで今回はですね、入学1ヶ月目でコンサルタントが月収90何万円達成した方法ということについてですね、平井さんと一緒に動画を撮っていきたいなというふうに思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、お名前は、平井健一郎さん。はい、そうです。はい、郎さんですね。はい、ありがとうございます。現在のご活動はどういった活動されていらっしゃいますでしょうか。はい、まあ、脱サラしたい人とか会社を辞めたい人、まあ、例えばうつ病とかパワハラだとかで悩んでる方ですね、はい、それから介護とか、まあ、そういう形でこう離職をちょっと考えてらっしゃる方、それから、まあ、今 の, こうあの仕事の形態じゃなくてもう少しこう自由になって旅しながらとか、うん、あるいはこう場所を選ばずに海外にいながらとか、そういう形でリモートワーク、自分の、まあ、個人事業主になって、まあ、フリーランスのような形で仕事をしていくと、そういうスタイルを、まあ、求めてらっしゃる方に対する企業支援っていうのを今中心に行ってまして、あと一つ、まあ、最近ちょっと早いの SNS クリエイターっていうのも、仕事としてさせてもらってます。あ、なるほどですね。じゃあもうこちらで、まあ、二足の腹地、複数の収入源というのも構築されていると。はい、そうですね。はい、いうことですね。はい、ちなみに、北井さん、あれですよね、うちの、ソーシャル自動、今でいうソーシャル自動集客学科入学されてからは、どれぐらい期間今経ってますかね、ちょうど。3月に、ですよね、入ったんですよね。2020年。だから、実質は今は4ヶ月目ですかね。あ、3月からで、今、コンタクトというのが7月なんで、まあ、4ヶ月目ぐらい、ね。はい。はい、ありがとうございます。ちなみになんですけども、実際に入学、うちのソーシャル自動学科に入学されたきっかけっていうのはどういったあたりですかね。やはりですね、全然その、はい、それまで売り上げが上がらなかったんですよ。あ、もう独学でやってた時。はい、もういろいろやってみたんですけど、やっぱり自分だけでやっていくっていうことが、やっぱり限界があって、まあ、やっぱりこうね、よく、それこそ無料のその情報だけをかき集めてたっていうような状況だったんですね。で、やっぱりこう苦しい差をこうも抱えてどうしようかと焦りもある中で、たまたまですね、この SYK さんのこの YouTube を見つけまして、そこでこうノウハウをこう、本当にすごいノウハウをいっぱい話されたんで、試しにそれやったら、やっぱりこう集客が上がってきたんですよ、目に見えて。で、うわっ、こんなにできるんだ、集まるんだというのでちょっと驚きがあったんで、で迷わずその後、そっからちょっとしばらく経ってからですね、まあその YouTube 見てこう1ヶ月2ヶ月勉強して、なるほどと思うことがあったので、ちょうど募集があったんで、3月のその、自動集客学科でしたっけね、ベーシックコースの方に入らせてもらいました。あ、なるほどね。3月から YouTube きっかけで、まあ、その弊社 SYK の学科の募集でお申し込みいただいたと。はい、はい、ですね。ありがとうございます。ちなみに、まあ、今どれぐらいの実績が出ましたかとちょっと聞いていきたいなと思うんですけども。はい、やっぱり入ってすぐですね、やっぱりこうノウハウをちょっと教えていただいたりとかして、まあ、その YouTube で、まあね、ずっと見ていたこともちょうどちょっと積み重ねになって、だいたいその1ヶ月目でだいたい97万。すごいですよね、1ヶ月目で97万円。はい、はい、ちなみにこちらっていうのは単価今どれぐらいで、単価は大体29万8000円ですけど、今は29万8000円かな、でやっています。はい、ちょっとコロナの割引とかちょっといろいろやったんで、ちょっとごめんなさい、ごちゃごちゃしたんですけど、今単価は29万8000円です。29万8000円で、はい、じゃあこれが大体まあ3本ぐらい。そうですね、はい。制約してっていう感じですね。1ヶ月にそうですね、3本やりましたね。はい、嬉しいですね。ちなみに、1ヶ月目で97万って、まあ、結構ですね、これ歴代のうちの受講生卒業生の中でも結構ぶっちぎりな方だと思うんですけども、実際、はい、まあ、それまで成功できた秘訣ってところをちょっと聞いていきたいと思うんですけども、どういうふうに何を意識して、まあ、集客をされていたのかとか、どういう流れで販売前につなげていったのかとか、もうちょっとできるだけ詳しく聞いていきたいなと思うんですが、どうですか。そうですね、やっぱり一番最初に困ってたのがやっぱ集客だったんですよ。全然その、見てくれないで、LINE をまあやってるんですけども、その自分の LINE、まあ、今でいう LINE 公式アカウントっていうんですかね、あちらの方にまあお客さんを集めていこうという手段を取ってたんですけども、全然その来てくれなかったんですよ。で、こういうその配信の、で、投稿の仕方とか、それから SNS を使った配信の仕方とかを具体的にこの YouTube で話されていたので、ちょっとそれをこう意識して、やっていったら、やっぱりこう、面白いようにっていうのかな、それまでと比べたら、1ヶ月に1人か2人しか入らなかった LINE の方に、なんかこう、1日に1人とか、
一番多かった日は1日に7人っていう日がありました、ね、じゃあうちの学科入る前は LINE アット 1日に本当に0人とかの時も、あ、もう1ヶ月に数人でしたね、3人とか5人とか、はい、1ヶ月で数人レベルだったのがうちの学科入ってから1日で、そうですね、1日1人はほぼ間違いなく、多い時で7人と7人って日は、はい、ありましたね。7人ってすごいですね。いやいや、本当にあれはびっくりしましたね。だから何かの間違いだと思いました、ね。何か間違い。でも間違いではなかったと。なかったですね、本当に。で、はい、で、これで結果的に1ヶ月にどれぐらいラインアットにリストが平均して集まるようになったんですか？それでだから大体30よりも多くなりました。1日1人の計算で30ですから、うん、まあ大体その 1ヶ月目っていうのは、40から50ぐらい集まってると思いますね。すごいですね。40から50リストぐらい集まると、はい、ちなみにこの一番の秘訣っていうのはやっぱり何が秘訣だったと思いますかね、決め手というか。その時はインスタグラムをメインで使ってたんですけども、やっぱりインスタグラムの中で、これまでずっと写真を撮って、まあ、なんていうかできるだけインスタ映えっていうのを意識してたんですけども、うんうん、必ずしもそのインスタ映えっていうのを意識せずに、その写真の投稿と文字の投稿、写真の投稿と文字の投稿っていうのを、まあ、交互に入れるようにして、まあ、見た目をきれいにしてみたというのが一つと、うんうん、それとやっぱりこう、有益な情報っていうのかな、お客様にとって役に立つ情報っていうのを、やっぱりこう、はい、インスタでも発信していく。そうですね、入れていくようにしてましたね。私のなんかこう、個人のなんか趣味のこう、ことだけじゃなくて、うん、そういうこう、役立ち情報とかを入れていくことによって、やっぱりこう、なんか LINE アットの登録が増えていきましたね。はい。なるほどですね。素晴らしい。じゃあ、まさや師匠はインスタと、ツイッターの方は、こっちの方、まだインスタ、はい、ツイッターの方は、今、やり始めたんですけども、まだやり始めてそんなに回らないんですけども、やっぱりこう、来るようになりましたね。ある程度フォロワーが集まり出してからは、やっぱりこう自然に落ちてくるようになりましたね。こちらの方。なるほど。はい、取れると、はい、もう結局何やと思われ、この動画見てくださった方もそうなんですけど、もう LINE アットのリストがもう売り上げを決めると、もうこれに尽きるところですね、はいはい、そうですね、そうなんです、はい、じゃあもううちの SYK のテンプレートを使っていただいて、実際にもう月に今あったもう 4,50 人ぐらいは安定して、そうですね、やっぱりそれが集まるようになりましたね。それで、あとその LINE アットでの配信方法ですね。なるほどなるほど。これがやっぱり全然自分できてなかったと思います。だからこれもやっぱりそのテンプレートをね、いただきましたので、うん、やっぱりそちらの方向でやっぱりこう配信内容をこう工夫していくっていうか、うん、ちゃんと戦略に沿った配信をしていくっていうのかな、うん、それをこう教えていただいたことで、他の SNS とのそのなんていうか絡み合いっていうかな、うん、飛ばしてとかね、そういうような形でその教育のやり方っていうのをすごく教えていただいたことが、うん、すごくこう私にとっては大きかったですね、はい、なるほどですね。じゃあちなみに結構まあね、単価30万っていうと別にめっちゃ安いってわけではないと思うんですけど、それでまあ、はい、お問い合わせがね、来て売れるっていう流れとしては実際どうですかね。そんな別にプッシュしなくてもお客さんの方からも自然にお申し込みいただけるような流れが今できているっていう、ね、そうですね。私の場合はその無料相談ですね、をまあやって、その無料相談の方にこうまあ、来てくださいという形でするんですけども、やっぱり、LINE の方に登録していただいた方からは、その無料相談の方に申し込んでいただける方がやっぱり増えてきましたね。うん、なるほどね。じゃあもう無料相談から、あとはもうお電話ですかね。はい。お電話で制約と。そうです、はい。でもこれって本当にあれですよ、もう家から一歩も出ずに、なんかね、カフェとかでよく昔あった商談とか、ね、はいはい、流行った時期ありましたけど、もう電話でとか、家から出ることなく、制約になっちゃうっていう。そうですね。もうほとんどだからその段階では、ね、そのなんていうかな、いわゆる営業っていうんですか、はいはい、そういうのはもともとそのそういう営業に関係ない仕事をしてたんで、私は。そうなんですか。営業なんて全然わかんないんですよ。公務員だったんですもともと。なるほどなるほど。はいはいはい。だからそのいわゆるこうお客さんを相手にするとかそういう仕事じゃなかったんで、全くスキルがないんですよ。はい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 。だけどほとんどなんか。まあ、ちょっと言い方申し訳ないんですけど、これで合ってるのかどうか分かんないですけど、うん、雑談してるうちに売れたっていうのが正直でしょうね。なるほどなるほど。雑談をしながら売れる、まあ、これがやっぱ一番自然体だとは思うんですよね。雑談しながらでも売れちゃう、そうですね、はい。
なんかそういうのはちょっとびっくりね、はい、雑談しながら売れちゃうわ今日ちょっとキラーワードですねすごいですね、 そうですね、なんか今ふっと思いましたけど本当に雑談ですね。じゃあ本当にだからあの犬飼って、うん、あのちょうどそのね私のそのインスタとかは、うん、あの自分の犬の写真とかそれから犬とこうどっかあちこち出かけてる写真とか、はいはい、そういうのを載せてるんですけど、はいはい、まあ、それまでは単に犬と旅行してるだけの写真だったのがやっぱり逆にそれがなんか可愛いとか、そういうライフスタイルいいなとか、はいはい、だから本当になんかあのそのなんていうかな電話相談の時も、うん、なんか犬の写真犬の話だけしてたら、はい、なんか自然に制約できてたとか、すごいですね犬は。ちょっとありえないありえないみたいな感じです、はい、本当なんですよこれ。すごいですね。まあ、でもそれってやっぱりあれですかね、なんか事前に相談に来る前のラインアットでの信頼関係ができていたから。そうですね、やっぱりまあたまたまね犬が好きな人だったら話題盛り上がりますし、うん、やっぱりこうそれこそ感情的にね共感できる部分もいっぱいありますしね、うん、やっぱりそういうこう今この時代ですからやっぱりペットを可愛がるとかねそういう癒しの存在にもなりますんで、うん、やっぱりそういう中でこういうなんか私のようなライフスタイルとかそういうのにこう共感していただいた方っていうのは結構もしかしたらいらっしゃったのかもしれませんね、うん、確かに憧れはやっぱね、見せていって共感をしていただくってもすごい大事な分野でもありますからね。そうですね、そう思います。はい。なるほどですね。じゃあ今もうこういう形で、ね、売り上げを、まあ、爆発的に上げられている、平井さんなわけですけども、まあ、最後にですね、この動画を見てくださっている方で、まあ、これから本当に集客をね、していきたいとか、お客さんのために、商品をより多くのお客さんに届けたい、そういった方に向けて何か一言ですね、お声もあればいただきたいなというふうに思うんですけども。はい。はい、あのですね、やっぱり正直な話こうもう自分の経験から言うんですけど、はい、やっぱりネットにあるこう無料の情報だけとかではやっぱり正直あのビジネスをこう組み立てていくことって本当難しいと思うんですよね。やっぱりまずあのお金を払うっていうことは、まあ、確かにそのすごいこう今の時代ね安い金額じゃないのかもしれませんけども、やっぱりここはあのどっかこうちょっとこう気合いを入れてというのかな、そういう形でやっぱりスキルを学ぶ勉強するっていうためのこうやっぱりその期間っていうのはすごく必要だと思うんですよね。だからやっぱりその払った分だけ必ずその取り戻すっていうかなそういう感覚は守ってあのそれが絶対できると思うので、やっぱりこうお客さんが来ないとか売り上げが上がらないっていう方は絶対にそのこちらの方でね SIK さんの方にお世話になってやっぱりこうあの学んでいくべきだと思うし、で今私もこの、 あの新しいベーシック構成、まあ、広告っていうのをまあちょっと勉強してて、うんうんうん、で今実際あの広告をやり始めたんですよ、ちょっとすった問題があって、なかなかあの設定がちょっとねうまくいかなくて大変だったんですけどもはいはい、はい、でもあの広告をかけてみて、はい、今まあまだ始めたばっかりでようやくね、だからこれがどういう形になるか楽しみなんですけど、やっぱりそういう形でどんどんチャレンジしていくっていうかな、新しいことにやっていくっていうことが非常に大事だと思うので、やっぱりそういう辺はもうこのね北野さんのことを信じて、やっぱりこうまず YouTube とか見てなるほどと思っていただいたら、ぜひそのちょっとこうまずこう北野さんとかのね SYK さんのスタッフの方にやっぱりこう相談してみるっていうことが、やっぱりその成功への一歩あの第一歩になるんじゃないかなというのはやっぱりこう自分の実感として思いますね。はい、うん、なるほどですね、素晴らしいです。まあ、本当にやっぱあとは最後はねあの一歩踏み出していく勇気ってとこはねあの大事になってくるかなと思うんですけども、あとスキル投資ってね本当にあのなんですか、目先の例えばあの、まあ、30万円とかお金をもらうよりもそのお金の獲得の仕方とか、まあ、売上の上げ方というところを、学んでいくというのがね、まあ、スキルに投じて、まあ、しっかりと身につけていくところになると思うんで、まさにねそのスキル投資っていうのがゆくゆく何倍もね自分に跳ね返ってくるものであるので、まあ、皆さんもぜひここでね活用していっていただきたらいいかなというふうに思います。で最後ですね、今回、まああの平井さんと一緒にですねこちら動画撮らせていただいたんですけど、今回平井さん、LINE アット今もされていらっしゃるということで、ぜひですねこの動画見てる皆さんも平井さんね LINE アットの配信とかもすごい勉強になる部分もあると思いますし、また企業支援に、ね、興味ある方もぜひね、LINE アット、チェックしてみていただきたいなと思うんですけども、はい、概要欄の方にね、はい、平井さんの LINE アットを貼っておきますが、今なんかプレゼントをもらえたりしますか？はい、私の方では、動画を一応56本今用意してて、これをドンとプレゼントしてます。まあ、上手な企業の 大百科、上手な企業法の、まあ、なんていうかな、上手な企業の正式名はね、最近ちょっと変えたんですけど。なるほど、なるほど。上手、昔はねもうちょっと別の言い方してたんですけど、やっぱりちょっと名前を変えてみようかなと思って、ちょっと動画をラインアップしたんですけど、
失敗したくない人の上手な起業の教科書、うん、動画大百科という形でプレゼントさせていただいてます。なるほどですね。失敗したくない人のための上手な起業法、動画56本と。はい。すいませんね、ちょっと長くなって。緊張してます、ずっと。はい。じゃあ、こちらのですね、まあ、動画っていうのは、平井さんの LINE アット概要欄から登録していたらいただけると。はい、これはもう無料でプレゼントします。すごいですね。昔は売ってたもんで、はい、5万円から6万円ぐらいの間で大体売ってたんですけども、もうそれをドンとプレゼントします。はい。はい、有料級の、ね、動画も、いただけるということで、ぜひ皆さんね、チェックしてみていただけたらというふうに思います。はい。はい、ということで、平井さん、本日お時間いただき、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。